こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、マンチェスターユナイテッドのレジェンド、当初ロイ・キーンの目に映る不要なマンチェスターユナイテッドの選手7人についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速行っていきたいなと思います。当初という名を聞けばですね、この方を浮かべる方多いのではないでしょうか。マンチェスターユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンでございます。この方はですね、1993年から2005年の間、マンチェスターユナイテッドの選手としてプレーしてくださいました。この時代のマンチェスターユナイテッドはまさに最強と呼ばれているような時代の赤い悪魔でございまして、現在のマンチェスターユナイテッドが出しているような成績とは全く違った結果を出し続けていた、まさに上昇軍団でありました。その上昇軍団をチームの中央から支えていたのがロイ・キーンになります。彼と共にプレーしたマンチェスターユナイテッドの選手を振り返ればですね、もう名のある選手たちばかりです。デビッド・ベッカム、スール・シャール、ファンニステル・ロイ、コール、ライアン・ギグス、ポール・スコールズ、ギャリー・ネビル、ファーディナンド、スタム、シュマイケル、こういった赤い悪魔のレジェンド級の選手たちと共にプレーをして、赤い悪魔の成長、そして赤い悪魔に栄光をもたらしてきてくれました。当時から熱いプレーだったり激しいタックルっていうところが持ち味で、激しい発言だったりコメントっていうところも、現役時代からありました。しかし、そういった恐怖感っていうところが、チームに規律を生むことにもなっていたと思いますし、選手たちそれぞれがですね、規律を守り、彼に叱られないようにですね、真面目にプレーするっていうことを覚えたり、いい面も悪い面もですね、彼に支えられたということだと思います。ですが、彼も年齢を重ねて、現役を引退することとなり、その後、代表チームのアシスタントコーチを務めたりとか、クラブチームの監督を務めたりするようなことを経験して、最終的には現場から離れて、現在は、テレビ局だったり、テレビなどに出演して、コメンテーター的な役割で、コメントを発するというような立場になりました。ただ、そういった、立場になって以降もですね、非常に厳しい、コメントを出すということはですね、おなじみもおなじみとなっております。現役さながらですね。そういった中で、過去にもたくさんマンチェスターユナイテッドについて、苦言をですね、呈してきたんですけれども、この度再びですね、ロイ・キーンが、現在のマンチェスターユナイテッドのスカッドの中からですね、不要と、捉えている、10人を発表したということでしたので、その10人について、触れていきながらですね、直近のマンチェスターユナイテッドの報道についても、最後に触れたいなと思います。ではその10人も早速ね、ずらっとさっき名前を紹介していきます。マルシャル、アントニー、サンチョ、マグワイア、リンデロフ、エヴァンス、ダロット、エリクセン、バラン、アムラバト、以上10人になります。まずはマルシャルですね。私を含め、多くのマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々もですね、ロイ・キーンと同じ気持ちを抱いているのではないかという、選手かなと思います。直近の報道でも、契約延長のオプションを行使しないという、報道が出て、私松としても個人的に、ちょっとホッとしている、状況である、選手なんですけれども、ファンハール体制で加入してきて、60億円近い金額でね、モナコから獲得した選手なんですけれども、ボールを保持した時の突破力だったりフィニッシュ力っていうところはすごく能力高いんですけれども、それ以外のところで提供しなければならない仕事、使われているポジションで、提供しなければならない仕事っていうところをですね、おろそかに、してしまうっていうところがですね、もう毎年毎年、継続、されておりまして、私松としてもですね、プレミアリーグのレベルが上がっていくにつれて、
まあ、そういったことができない選手っていうのは当然淘汰されていく時代になりましたし、まあ、他のチームもですね、まあ、そういった選手を使わなくなってきました。だけど赤い悪魔はずっとキープして、まあ、彼を使い続けたっていうところで、まあ、私としても赤い悪魔に来てくれた選手なので愛したいっていう気持ちはあるんですけれども、彼を愛すること以上にまずはマンチェスターユナイテッドが強くあること、勝つっていうことが何よりも優先順位高いわけですから、その勝利っていうところに、まあ、大きく貢献できる可能性が低いっていう選手なのであれば、まあ、売却するべきだっていうところで、金を含め、多くの方の、まあ、共通認識っていうところに、まあ、なってるのかなと。ですので、まあ、ロイ・キンがこういう気持ちをね、まあ、持っている可能性も高いでしょうから、まあ、人選の一人目としては、まあ、すごく納得はできるかなと。そしてアントニーですね、まあ、アントニーに関しては去年、テンハグ体制1年目でアヤックスから、まあ、獲得してきた、まあ、選手なんですけれども、まあ、加入してからですね、まあ、なかなか数字が残せていなかったりとか、あとは単純にこうカットインしてからの左足っていうところをね、まあ、武器にしてるんですけれども、まあ、縦突破からの右足っていうところがあまりたくさん使えなかったりとか、あとはやっぱりピッチ外の部分でちょっと問題を起こしてしまったりっていうところで、まあ、移籍金に見合った活躍をできていないと。なので、まあ、一部のサポーターの方々の中でも、まあ、売却するべきなんじゃないかっていう意見を、まあ、持たれている方も、まあ、実際いらっしゃると思うんですね。でロイ・キーンは、まあ、そういったところ多分相当厳しいし、多分待つっていうことをあまり考えていないタイプの、まあ、人だと思うので、金額が、123億ぐらい、まあ、かかった選手ですから、もう2年も見てるわけですから、まあ、1年と半年ぐらいかな、もう見てるわけですから、多分ロイ・キーンの中ではもうこの時間を与えたのに、まあ、このパフォーマンスだったらもう売却するべきだっていう判断を、まあ、下しているのかなと。まあ、この意見に賛同できるかって言われたら、僕の中では、まあ、30% ぐらいしか、まあ、賛同はできないなと思ってます。まあ、そういう気持ちも理解できるけれども、アントニーだけのパフォーマンスだけで解決するような問題でも今のユナイテッドはないので、アントニーはその中でもできる仕事はある程度きっちりこなしてくれているタイプだと思うので、僕は残しておくべきだと思ってます。そしてサンチョに関しては、まあ、エリック・テンハグ体制で継続していく上ではもう間違いなく売却候補で、残す残さないの問題ではもうなくなってしまってると思うんですね。なので、まあ、現金化できるうちに売却するべきだと思ってるし、まあ、直近の報道だとバルセロナのハフィーニャと、まあ、トレード的なことを行うのではないかっていう報道が出てました。その移籍が、まあ、実現するかは正直わからないんですけど、まあ、ユナイテッドからしても戦力的にも扱えない選手だし、バルセロナでも、まあ、ハフィーニャっていうタレントは、まあ、主力級の一人なんだけれども、ヤマルっていう選手も出てきたし、まあ、ハフィーニャ自体のパフォーマンスだったり数字面っていうところもそこまで伸び悩んでいるっていうことなので、まあ、売却候補の一人だっていうところで話が進んでいるみたいなんですね。なので互いの状況を見た時に、じゃあここトレードしようかっていうところの話が、噂として上がってると。まあ、バルセロナサイドがサンチョを本気で欲しがってるのか正直わからないんだけれども、赤い悪魔サイドからするとこのトレードは全然ありだと思います。やっぱりリーズでしっかりと結果を出してきたタレントだし、守備のところとかもサボるタイプの選手ではないし、まあ、正直右じゃなくて真ん中で使ってみるっていうのも、まあ、ありな選手だと僕は思っているので、プレミアリーグに復帰することを彼自身が望んでいるのか、バルセロナからの退団を望んでいるのかっていうのは正直わからないけれども、自信を失っていて、まあ、得点っていうところで、まあ、伸び悩んでいてとか、バルセロナでこう評価されていないっていうような状況なのであれば、まあ、赤い悪魔が、まあ、サンチョとのトレードで、まあ、引き取るっていうことも、まあ、全然ありなのかなとは思います。なのでサンチョの売却っていうところはもうほぼ規定路線なのかなと。そしてマグワイアですね。マグワイアに関しては今シーズンはほぼ、まあ、戦力外というか、まあ、控えっていうところがベースでスタートして、
リサンドロ・マルティネスが怪我をしてバランの序列が下がって、まあ、リンデロフも出てるんですけどパフォーマンスがなかなか信頼できない、でエヴァンスは年齢重ねていて、まあ、過重労働はさせられない、基本は控えて、そういった状況でマグワイアが使われるようになって、パフォーマンスが安定していて最近は評価されているっていう、まあ、選手なんですね。で直近のまあメディアだったりとか、まあ、SNS などを見てもマグワイアに対しての評価っていうのは、まあ、上がっていると思うんです。でそこは私もすごく評価しているし、マグワイアはマグワイアなりに今のユナイテッドでできることはしっかりとこなしてくれているとは思ってます。ただ、まあ、過去にも僕ねお話ししたんですけれども、エリック・テンハグっていう監督が、まあ、これから描いていくであろうダイナミックなダイレクトなサッカー、ハイラインのサッカーっていうところを目指していくのであれば、今の状態がいいマグワイアがそこで残ったとしても多分使われる可能性は低いし、マグワイアのアジリティと能力ではちょっと物足りなさが絶対出てくるやり方だと思うので、いずれ売却しなければならないのであれば、現在年齢30歳、もう31歳になるのかな、まだ現金ができるうちに、しっかりとお金に変えて別の選手を取りに行くっていう方を選択する方が賢明だと思うし、より建設的なチーム作りっていうのができるかなと僕は思うので、ロイキーの意見にはすごく賛成かなと思ってます。今を見ればもちろんね、評価はできるんですけど、今だけを見るわけにはいかなくって、その先の先、チームがどういう方向に進んでるのかっていうのを考えた時に、最終的にはどういった形を作りたいのかっていうのを考えた時に、じゃあマグワイアはそこにフィットできるのかっていうのもね、まあ、考えていく必要があると思うので、僕もまあ売却すべきかなと思ってます。そしてリンデロフに関しては、まあ、控えだったらまあ残しておいてもいいかなと思ってたんだけど、やっぱりセンターバックとして単純にやっぱりフィジカルで負けてしまったりとか、こう押し負けてしまって深い位置で起点作られたりとかしてしまったりとか、ハイボールの処理ちょっとね、処理ミスしてしまったりとか、あとは単純にサイドバックで使われてもやっぱり能力的に物足りないっていうところが露呈してしまっている状態なので、まあ赤い悪魔のビルドアップがもう少し安定したりとか、まあリスク管理だったり、まあ、プレス回避っていうのがしっかりと作れるようになればね、もしかしたらその安定感っていうのがこう開花して活躍するっていうこともあるのかもしれないんですけど、まあテンハグ体制っていうことを考えると、まあリンデロフでは多分この先厳しいと思うので、まあ売却すべきだと思います。はい。そしてジョニー・エヴァンスに関しては、まあプレシーズンでね、急遽まあ再契約っていうところで、今シーズンいっぱい戦うっていうことになったね、元ユナイテッドの選手で、まあ、再び帰ってきた選手ですけれども、彼に関しては、まあ、怪我をね、まあ、最近ちょっとまた知ってはいましたけれども、パフォーマンス的にはそこまで僕は悪いと思っていないし、現状ユナイテッド、まあ、リサンドロ・マルティネスがいないような状況だと、まあ、彼しか正直周りを動かせる選手がいないので、僕は来年も僕1年契約でもう一度残すべきだと僕は思っていて、もちろん主力っていう扱いではないんだけれども、リサンドロプラス、まあ、もう1枚、まあ、バランを残すのか、また新たなセンターバックを 2,3 枚連れてくるのかっていうところがまずベースにして、で彼らが使えないとかローテーション組んでいくとか、あとはこう FA カップとかね、まあ、そういった舞台でこう格下のクラブと当たるときにエヴァンス使うっていう形で、まあ、ローテーションしていければまあ、十分戦力になれると思うし、主力を休ませるっていうこともできる、でなおかつ能力も高いっていう選手ですから、まあ、アジリティとかスピードっていうところはねちょっと難しいっていうところもあるんで、残すべきではないっていうところはあるんですけれども、僕が評価してるのは周りを動かすことができる力を持っている、こう最終ラインをまとめられる力を持っている選手っていうところを評価して、マグワイアだったり、まあ、リンデルフよりも優先して残すべきだと僕は思ってるので、1年契約だったらありかなと、まあ、2年契約3年契約っていうのを求めてきたらちょっとさすがにそれは断りを入れなければならないけれども、まあそういった判断を取ってもいいのかなと。あとは単純に年俸が安い、コストパフォーマンスも別に悪くはないですからね。はい。なのでここに関してはちょっとロイキンとは意見が違いますね僕は。はい。そしてダロト、
ダルトに関しては、まあ、今シーズンまずまずよくやってるし、まあ、時折キックミスとかね、ポジションの判断ミスっていうところは時折見受けられるんで、気になるなっていうところは時折見受けられるんだけれども、ただやっぱり守備のところもそうだし攻撃のところもハードワークできるようにやっぱりなってるし、もともとやっぱりこう戦える選手の一人だとは思うので、こう自分がねこう発信していくタイプではないと思うんだけれども、周りのこう熱にこう影響されて自分の熱も上がっていくようなタイプですからね、去年のそれこそリサンドロとかがね加入してきて、テンハグ体制1年目の時って最終ラインのこうねこう熱血感ってすごかったじゃないですか。でそれにやっぱりダルトも相当こうしていたので、ああいう表現をできる選手っていうのもねやっぱり必要だと思うので、僕はダルトに関しては残しておくべきかなと。まあ相当高い金額がついて欲しがるチームがあるのであれば、彼を売却してフリンポン取りに行くとかね、まあそういった選択肢はありなんですけど、まあ多分ないですから、だったら僕は残すべきかなと思います。そしてエリクセンに関してはボランチの位置で使われているじゃないですか。で直近はまあベンチに座ることが多かったりするんですけど、まあ年俸的にも10億を超えてて13、4億ぐらいもらってるんで、まあその選手にね13億払うのであればっていうところで売却とか、あとは単純にボランチのところの強度っていうところを求めたいのであれば、確かにエリクセンはそこ持ってないんですけど、やっぱりチームに必要なこうビルドアップを助ける能力とか、間に立ってあげる能力とか、その状況判断はやっぱり正確で素晴らしいものをやっぱり持ってるんですよね。だから僕は常にこうボランチのところじゃなくて2列目のところで使ってみてほしい。彼が一番輝いていた場所でもう一度使ってあげて、まあ、ブルーノだったりマウントだったりとかと併用していくっていうのもありだし、例えばどちらか一方が怪我してる時に右サイドでねこうアントニーとかが使えないっていう状況なのであれば、ローテーションとかでね使えないっていう状況なのであればブルーノ右に回すとか、エリクセン右に回すっていう形で中入らせてダロと高い位置取らせるとか、こう関係性っていうところ、お互いの特徴のねこう関係性っていうところをしっかりと使った起用っていうのもしてほしいなと思っているので、まあどうしてもこうスパーズ時代のこう栄光っていうのを想像してはしまうんだけれども、やっぱり年齢も重ねて一度やっぱりね心臓の発作というか、まあ空いた形で一度心肺停止になっている選手ですから、こうハードワークとかねその強度っていうところとかいろいろちょっとこう気を使いながらプレーしなければならない選手であることは間違いないので、その辺は考慮してあげるべきだと思ってるし、その中でも僕はしっかりと仕事してくれてる選手だと僕は評価したいなと思ってるので、僕は残すべきだと思ってます、はい。そしてバランに関しては本当に使われ方次第です。本当にどういう使い方をされるかによってこの選手は化けるし、化けなくもなります。リサンドロと組んでるときはやっぱりいいし、マグワイアとかリンデロフと組むと一気に良くなくなったりとかするし、あとはやっぱりこう起用されなくなってくるとメンタル的にも落ち込んでくる選手なので、まあ、直近のゲームでマンチェスターユナイテッドとバイエルンミュンヘンのチャンピオンズリーグの試合とかだと、まあ、左のセンターバックでね、まあ、使われたりしてましたけれども、やっぱりビルドアップのところで、まあ、丁寧につないでどうこうしていくっていうのを得意としてるタイプではないので、まあ、しっかりと可変だったりリスク管理プレス回避っていうのを作ってあげて、まあ、3バック可変の右とか、あとは中盤の選手が1列降りて3バック化して右のセンターバック任せるとか、こう広いエリアカバーしながらボール運んだりっていうのをね、任せてあげれば活躍することはできると思うので、まあ年俸が高いことがまあ相当ネックなので、そこはまあ気になる点ではあるんですけど、まあサウジからのオファーで、なおかつユナイテッドがまあセンターバック新たに獲得することができそうなのであれば、まあ売却することは一応ありだと思ってます。ただ取れないのに売却するっていうことは僕の中ではないので、ここは慎重に判断してほしいなと思っています。そしてアムラバトに関しては、まあ、加入してからなかなかチームに馴染めなかったり、まあ、チームのサッカーにフィットできなかったり、あとは使われてる場所が良くなかったりっていうところで、まあ、いろいろね、こう指摘されることも多くありました。
ただ最近のゲームでは、まあ、慣れてきたりとか、まあ、技術面フィジカル面っていうところも、まあ、プレミアリーグにちょっと慣れてきたかなっていうところで、まあ、プレーも安定してきました。で実際まあテンハグも相当好んで使うようにもなってるんで、まあ、残すっていう選択肢もまあありっちゃありなんですけど、僕は過去にも話しましたが、彼を買い取るっていう選択肢を取ると40億近いお金がかかるんです。で現状ユナイテッドって中盤にメイヌーがいたりエリクセンがいたりマクトミネ、カゼミロがいたりとか、まあマウントもねそこで使ったりもできるでしょうから、もう十分人材を抱えてるんですよね。でそこにわざわざまた高いお金を払って獲得するっていうのは僕の中ではないし、やっぱりできるだけ予算はしっかりと作って一番必要なポジションセンターバックだったりとか、まあ、両サイドっていうところに、まあ、1枚、獲得するっていうのにまずは全力で取り組むべきだと思うので、マネーゲームになったとしてもしっかりとそこ勝ちきれるように予算を確保しておくべきだと僕は思ってるので、アムラバト、まあ、最近ね良くなってきているかなと思うんだけれども、正直僕の中では買い取りオプションを行使するっていう選択肢は申し訳ないけれどもないですね。はい、なので、まあ、ロイ・キーンが、まあ、挙げた10人の、まあ、売却候補っていうところで僕の中では合致する選手もいれば、まあ、合致しない選手もいるなっていう結論が出ました。皆さんはどうかわからないですよ。この10人を聞いた時にもう全くロイ・キーンと同じだって思う方もいれば、僕と同じように、まあ、一部やっぱりその選手はまあ売却納得できるけどこの選手はやっぱちょっと待った方がいいんじゃないとか思われてる方もいると思うので、それは本当にまあ相違があって当然だと思うし、まあ、どれが正解でどれが間違いかっていうことなんてないと思うので、まあ、ぜひ皆さんね考えてみてもらって、コメント欄とかで教えていただけたらなと思います。はい、では最後にですね、まあ、直近のマンチェスターユナイテッドの報道について最後に触れて今回のラジオ終了したいなと思います。報じられていたのは監督の進退そして後任候補についてです。エリク・テンハグ、まあ、先日行われたチャンピオンズリーグのグループ A 第6節バイエルン・ミュンヘンとの試合にて、まあ、1対0の敗戦をきっかけにグループ A 最下位で敗退するということになりました。失点数も15失点したということで、まあ、歴代ワーストの、まあ、記録を残してしまったということになり、クラブに黒歴史を残してしまうということになりました。この結果、まあ、エリック・テンハグの進退っていうところも、少し、まあ、さらに問われるようになってきたということで、まあ、新たな監督の名前が浮かび上がってきております。浮かび上がってきている監督たちが、ジネディーヌ・ジダン、グレアム・ポッター、ロベルト・デゼルビ、そしてフレン・ロペテギ、以上4名になります。この4名、皆さん、お聞きになられて、まあ、ご覧になられた方もいると思うんですけれども、聞いたときに皆さんどう思いましたか？僕はね、この4人を見たときに、監督の人選にまとまりが全くないなと思ったんですよ。もうユナイテッドの悪いところが出まくってるなと。もちろんこの報道が真実っていうこともないし、ユナイテッドが本当にこの4人を挙げてるかって言われたらわからないんだけれども、もしこれが本当だったらまとまりなんて全くないですよね。せっかくエリック・テンハグっていう監督をアヤックスから引き連れてきて攻撃的なスタイルっていうのを試行しようとしているわけですから、そこをしっかりと、まあ、引き継いだ上でさらに精度高くそれを引き継げる監督を招聘してくるべきなのに、今回噂に上がっている4名はそれに該当するのかと問われると、一部該当する方はいますけれども該当しない方もいらっしゃるじゃないですか。そこがやっぱり曖昧だし、こう方向性として定まっていないなと思うので、この報道を見た時に不安になってしまった。真実であろうが真実でなかろうが、やっぱり過去にもユナイテッドで監督コロ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 変えて、その度全然違うタイプの監督を連れてきて失敗し続けてるチームだから、同じことをまた繰り返すんじゃないかと。
もちろんジム・ラトクリフっていう人物が入ってくれることによって、もう少しね計画性を持ったチーム作りっていうのをやってくれる可能性もあるんだけれども、ラトクリフは結構グレアム・ポッターを推しているという噂が流れてるじゃないですか。で、確かにいい監督だとは思うんだけれども、やっぱり時間をかけてあげなければならないし、その時間をかける間待ってあげられるのかっていうところもあるし、もう我々サポーターは待つっていうことには確かに慣れたけれども、もう約10年近くずっと待ってるわけなんですよ。栄光を築いた時代から一気に陥落して、その陥落して黒歴史をたどってるのも約10年見続けてるわけなんですよね。だからこそ建設的かつ精度高く完成したチームのレベルも高くなれるような監督をまずは連れてくるべきだと思ってるので、ポッターがそこになれない可能性があるかって言われたらわからないんだけれども、なれる可能性も十分あるとは思うんだけれども、やっぱり未知数な要素も多いし、単純にチェルシーで失敗してるっていうところもあるし、あとはやっぱりイングランド人っていうところが僕の中でやっぱりちょっと気になるところがあって、やっぱり世界トップクラスの指揮官ってだいたいポルトガルだったりイタリアだったりとか、まあ、スペインだったりドイツが多いじゃないですか。やっぱりイングランドの指揮官ってなかなかいい人材が育ってきてないじゃないですか。まあ、全員がそうだからってポッターが同じかって言われたらもちろんそうじゃないんですよ。そうじゃないんだけど、一緒にするのは本当に失礼なことなんだけれども、でもやっぱり世界トップクラスの指揮官と肩を並べる対戦相手がマンチェスターシティ、ペップとかリバプール、クロップとかアーセナルのアルテタとかね、まあ、こういった監督たちにまた対抗に戦っていけるような指揮官がやっぱ必要だと思うので、ポッターはまだそこには達していない監督だと思うので、僕はどうかなと思うんですよ。いずれ解任またされてしまうんじゃないかなっていう不安があるんですね。あとは単純にチェルシーでうまくいかなかった一つの理由として、まあ、スカッと肩って言われてるんですけど、やっぱりスター級の選手を扱うことに慣れていないので、赤い役までも同じような結果になるんじゃないかと。だから不安がある。そしてジネディール・ジダンに関しては、選手たちがちっちゃい頃に子供の頃に憧れていた、方だから、練習とかで一緒にねプレーすることができるでしょうから、まあ楽しさっていうところは提供できるのかもしれないけれども、チームを勝たせるっていうパーセンテージを上げることができる監督なのかって言われると、そういったタイプの監督ではない。あくまでモチベーターだし、ジダン自体もアンチェロッティの、まあ、アシスタント的なことしかやったことがない。だからこそ多分こういったタイプの監督になってるんで、なので僕はジダンに関しては招聘するべきではないと思ってる。スールシャールの二の舞になると僕は思ってるんで。そしてロベルト・デゼルビに関しては、唯一その赤い悪魔の現状、テンハグの攻撃的なスタイルを、まあ、引っ張りながらより精度高く、構築していくことができるタイプの監督なので、招聘できたらめちゃくちゃ大きいと思います。なんだったら彼が来ることによって三笘選手とかを獲得して、三笘とガルナチョで左を回すみたいなこともできるかもしれないし、日本人サポーターも増えるかもしれないから、いい面もあるんじゃないかなと、まあ、思ったりもするので、デゼルビだったら僕はありだと思ってます。ただ今のタイミングで引き抜くっていうことは間違いなくできないので、来年の夏っていうところがベースになってくることは間違いないと思うんだけれども、まあ一番ねこう任せてもいいなって思えるのはこの人かなと。そして、まあ、最後ロペテギですね。ロペテギに関しては先日の生放送で視聴者の方からもコメントをいただいて、ロペテギどうですかっていう話をされたんですけど、まあその時にもねコメント出したんですけど、僕はないです、ロペテギに関しては。レアルマドリードの監督務めたりとか、ポルトの監督務めたりとか、スペイン代表とか、あとはセビージャとか、最近だとウルブスっていうところでね監督を務めた、まあ、人物で、キャリア的にはやっぱりね大きなクラブ率いてきてるから優秀な監督なのかなっていうふうに、まあ、思うんですけど、この監督はボール保持に偏ってるタイプの監督で、保持した先っていうのがしっかりと作れていないタイプの監督なんですよ。
でビルドアップっていうところも、まあ、人が重心低く降りるんでボールは失わなかったりするんだけれども、人が降りすぎて高い位置との選手との距離感が空いたりとか、人がサポート来ないような状況だったりするとサイドバック低いところで幅取るんで、そこはめどころにされて回収されてショートカウンター食らうっていうところが、まあ、よくあるタイプの監督なんですよ。でそこを問題点として捉えてなくて常に同じ形をずっとやるんですね。だからこそマドリーでも解任されてるし、まあ、セビージャでも解任されてると思うんですよ、成績不振で。なので、まあ、キャリアでね、どこのチームの監督になったから優秀だっていうところは正直ないと思ってるので、一番必要なのは内容とかマネジメント能力とか、まあ、そういったところが、まあ、監督としての能力を測るべき一番のポイントなので、ロペテギに関しては僕だったらないし、申し訳ないけれどもリストにすら載せないですね。多分僕が後任の監督を選ぶ権利を持っているのであれば、この4人の中だったら多分僕はデゼルビしか多分名前は載せないですね。それ以外の監督は多分もう載せるっていう考えにすらならないかなと。経歴とか結果っていうところを見れば確かに素晴らしいですよ。特にジダンなんかはマドリー時代にね、まあ、あの戦力がいたっていうのもまああるんだけれども、3連覇したっていうのは確かにすごい偉業ですよ。だけどじゃあその3連覇とかチャンピオンズリーグの優勝っていうのをじゃあこのチームでできるかって言われたら、正直できますか？できませんよね。やっぱりあの時のあの時代のあのマドリーの選手たちがいたからできたことであって、同じことを別の選手たち別の環境できますかと、やっぱできないんですよ。並大抵のことじゃない。それがもしできてしまったらもう運の要素めちゃくちゃ強い監督だなと、もうそれはそれですごいなっていうふうに本気で思うんだけれども、やっぱりジダン第二次政権で選手が入れ替わって多少入れ替わった中で二次政権率いたけれども、やっぱり結果出なかったじゃないですか。だからこそやっぱりあの時代のマドリーの選手たちがいたからこそだっていうところになってるんで、もう結果が証明してるし内容が証明してるんで、ジダンに関しても僕は絶対にリストには載せない。ポッターに関してもいい監督だと思ってるんだけれども、僕が作り上げたいようなチームの監督のタイプではないし、やっぱりエリック・テンハグが今見せてるものをしっかりと引き継いでそこの精度上げていくっていうところが何よりも優先順位高いので、ポッターいい監督なんだけれども一からまた作り直すっていうんだったらポッターをリストに入れるっていうのは確かにありなんだけど、継続ベースで考えると僕はないかなと思ってます。はい。ちなみに、まあ、僕過去にも発言したんですけど、テンハグに僕は言い訳をさせない環境が僕は必要だと思ってるので、まずしっかりと選手が戻ってくるということ、そしてフロントがまたしっかりとまた変わっていって、ラトクリフがしっかりと入ってそこの強化部だったりとかスカウトっていうところもしっかりといい人材を雇ってきたときに、もう言い訳できないような状態で同じような内容をしていたら僕はテンハグを解任するべきだと思っているので、現状、まあ、テンハグを解任したとして、まあ、いい監督が来てくれるかって言われたら、正直いい監督は多分環境を選んでくるんで、まあ、来ない可能性もあるんで、それだったらもうテンハグである程度ね行くっていうことも考えておくべきだと思っているので、今はまあある程度テンハグ信用というかね、まあ、継続でまあ、やっていくべきだと僕は今のところは考えてるんで、まあ、後任動向っていうところもね、まあ、噂が上がったりとか、まあ、それこそより現実的な話になってきたらまた話をしようかなと思ってるし、まあ、その中でも個人的には誰々がいいなっていう話は過去にもしてるんで、まあ、興味のある方は過去のラジオ、まあ、聞いてもらえたらなと思います。はい。ということで、以上になります。今回はまあロイ・キーンのね、まあ、発言についてと、まあ、後任のお話について、お話をさせていただきました。ぜひ皆さんもですね、まあ、今回の報道についてだったり、まあ、後任候補についてだったり、まあ、監督人事についてだったり、まあ、何でもいいので、まあ、ぜひねコメント欄とかで、いただけたらなと思います。はい。ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。